なんかめっちゃいるんですけど、上だよねこれ、下じゃないよね、上だよね。いらっしゃる。今までのパターンだと今度あれができってことか。あれ人か？奥のやつ。人っぽいな。だよな。気づかれないのか？気づかれてない。人じゃん。てか、あの人じゃん。マジか。最初のオープニングの人。操作確認な。落ちたらどうなるかっていうリアクションも見たい気持ちはあるけど、これ奥にいるのか。ちょっと待った、普通にいるじゃん手前に。気づかれたか？気づかれましたね。いや。全員気づくパターンですか。どうするんこれ。ああそういう感じ。
よし、よしよし。気づかないね。気づかないよね。気づきませんよね。お、三角さん。そちらですか。ないとダメだったのか。間に渡すところがあるから。渡すところ。ここはどうにかできないのか。できないんですね。かわいい。それでは、どうするんでしょうか。気づかれないな、ちょっと。どこ行くかだけでも見ておきたい。あ、こっちか。違うのか。あ、いけた、いけた。掴んでくれよ。頼むよ。いけるってお前なら。ダメか。机の上をダッシュで。折り返すやつかな。きついっすね。やるしかなさそう。ああ、そういうカメラワークになってしまった。意外と判定が甘い。こっちか。しかも一回通り過ぎたら興味なくすっていう。上の階に行くのか。あ、はい。そう。気づかれないかな。ん？次は。待って。わからんぞ。こっちか。いや、なんもないじゃん。ん？奥に行かないとダメだったやつかな。あ、三角さんがいた。こっちか。いけるのか。いけますね。待って。違った。合ってたけど違った。ここからか。良心的。次は？気づかれましたけど、気づかれましたけど、上を通るのか。待って、プロじゃないから
ちょろい。プロが来た。やばい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 。あの人形跡なのかな。ダメか。さっき開いてなかったじゃん。わかんない。わかんないよ。鏡は何か意味があるのか。てかここの上にある人形収集要素だよね。どうやるんだ。うん、鏡が何かあるのか。使えるか。わからねえ。隠れば、隠れたらいいのか。これでいいのか。それで見失うのか、お前。刺した。そういうことか。距離が足りない。手を引き寄せるもんだと思ったけど、あ、行けるのか奥に。ああ、そういう感じ。作業されている。ここからだ。こっちでもよかったんだな。なるほど。でもこれ気づかれない。戻ってくるときに気づかれない。
右のやつはなんだ。あれ、なんでもないのか。意識してしゃがんで歩いた方が安定か。あ、それで人形を触れるようになるのか。いけるか。よしよしよし。手前に何かある。あったあった。ん？音が聞こえると思ったら、そういう要素か。大丈夫かな？はーい。例のやつ。このゲームを一番最初に知った時のツイッターの動画のやつ。このシーンをツイッターで見て、あ、絶対面白いし、作り込まれたいいゲームなんだろうなっていうのは想像できて、あ、届かなかった。届かなかった。なぜ？いけるいける。次だっけ？で、手前。ちょっと下った。大丈夫大丈夫、彼ならやれる。よし、奥にもいるな。あ、よし、場所の外からの絵か。あ、空腹が来てしまった。これは違う。
嫌な予感しかしない。最初はパンをもらってネズミ捕りの罠にかかってネズミを食べて、それは何のソーセージなの？そっちじゃないだろう、お前。そっちじゃないって。違うって。